だこの仮装は、どうだこの着こなし、どうだこの光沢。無駄口を叩くな。体を鍛えるときに必要なのは根性、執念、気合、それだけだ。なぜグリムはあんなに驚いていたんだ。ハッピーハロウィンと元気よく挨拶しただけだろ。愉快爽快、実に気分がいい。僕の活躍、その目に焼き付けるがいい。あの若様も授業を受けていらっしゃるのだ。僕らがサボるなど千年早い。ボソボソ話すな。言いたいことがあるならハキハキ大きな声で言え。早く授業に行くぞ、時間がもったいない。豊作村のソリを乗りこなすのは難しいだと。僕をそこらの人間たちと一緒にするな。若様にふさわしい従者となるべく、僕はまだまだ大きく賢く強くなるぞ。僕の成長を見ろジャック。俺も負けねえぞセベク。ジャミル先輩にもらった靴積みを使ったら、履き込んだ靴に新品のような艶が出た。どうだこの光沢。おいシルバー、皿を持ったまま寝るな。まったく、今日は僕が主役なんだ。お前の面倒は見ないぞ。お前はセベクと同学年だったか。どうだあいつの声はうるさくないか。